エセンケース SE5000 バルデュールパリ航空省でのエセンケースバルデュール。エセンケース SE5000 バルデュールは、NATO 向けの軽量攻撃戦闘機の競争施策のために主導、エスト社で設計されたフランスの単発系戦闘機。通常とは異なり降着装置を持たない本機は、離陸時には車輪付きの台車を、着陸時には機体に引き込み式のソリを使用した。 バルデュールは1953年に初飛行したが、量産されることはなかった。バルデュールは、草地の飛行場から運用するように設計された、軽戦闘機である。本機は、機体重量の軽減と製作コストの軽減、草原のような未舗装の飛行場からも、容易に離着陸できることを狙って、膠着用の車輪を装備しなかった。また、 放着装置分の武装搭載量が増加できることも期待されていた。草地からの離陸には車輪付きの台車を使用し着陸時に使用する安定板を兼ねたビブのものを含む3本の引き込み、敷き反りは雪面や氷で覆われた滑走面からの離陸で使用した。この反りには丈夫で軽い素材という理由でマグネシウム材が用いられた。また、 離陸に補助が必要な場合は3車輪式の台車にロケットを備え付けることもできた。この装置のおかげで、バルデュールは750メートル程度の未舗装置からも離陸可能だった。降着装置以外の点では、バルデュールは38度の高体角を持つ、権翼配置の主翼と、微翼、両側の主翼付け根に吸気口を備えるスネクマーター101シーターボジェットエンジン1機を持つ、 当時としては平凡な通常の形式の航空機であった。2機の試作機のうちの初号機は1953年8月1日に初飛行を行い、さらにスネクマーター 101D を装着した SE-5003 と命名された全量産型3機も製造された。飛行性能自体はそれほど悪くはなかったが、ソリを使った着陸は地面と機体との間隔が狭く、 かなり操縦が難しいことが指摘された。また、離陸後の台車の回収に手間がかかるため、当初目的としていた草原等での運用には向いていなかった。シュドエスト車では、生産型においては引き込み式の車輪を装備し、台車、ソリによる離着陸と車輪による離着陸が選択できるようにすることも予定していたが、二つのタイプの降着装置を有することは、 無駄が多いため計画のみで終わった。結局、運用方法がネックとなり、フランス空軍は本機の採用を見送ることになった。ありがとうございます。